ドモジェドボの師匠、ドモジェドボは、ロシアのモスクワ州南部にある都市。モスクワの南3 7トルに位置する。最寄りの町は、ポドリスクとビドノエで、それぞれ2 0トル離れている。近郊に、ドモジェドボ国際空港があることで知られる。人口は2010年時点で89,756人ほど。2002年国勢調査で54,080人。 1989年ソ連国勢調査では55,294人であった。2004年7月19日に労働集落、ボストリャコボ、郊外集落バリビの郊外集落、ベルイエストレブイの3つの都市型集落を併合して、人口も面積も増加した。ドモジェドボ現在のドモジェドボ市の場所には、1401年の記録にすでに、 ドモジェドボという名の村があったことが言及されている。当時、モスクワからカシーラに向かう街道がすでにあり、交通の便も良いため集落が発展しており、今日でもかつての村の豊かさを物語る邸宅などが残っている。この地域は農業の他に白い石を切り出す石切り場としても重要であり、石は建材としてモスクワに運ばれて、 白い石の町モスクワの形成に一役買った。1900年1月19日、モスクワカシーラリペツク間の鉄道の最初の区間が開業し、この地域の発展の基礎が築かれた。20世紀初頭にはドモジェドボ駅周辺で繊維工場、レンガ工場、石灰石工場などが創業を始めていた。ドモジェドボ駅の周囲に発達した集落は、 その後数十年で住居が増えがいとなり、1947年3月12日に市に昇格した。1969年から2006年まではドモジェドボ地区の中心地だったが、2006年に同地区は解消し、ドモジェドボ都市地区に改組されている。ベルイエストルブイエキシの産業の中心は、2007年現在で1年2870万人、その他の産業には、 機械産業、繊維産業、建材工業などがある。かつて独立した町であったベルイエストルブイには、ロシア国有のフィルムアーカイブであるコスフィリモフォンドが、所在している。ドモジェドボは、モスクワからノボロシースクへ向かう、M4 幹線道路が通るほか、モスクワドモジェドボカシーラオジェリエリエを結ぶ鉄道が、通っており、空港連絡鉄道が分かれている。ありがとうございます。